この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ？まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ。生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち、僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。ん？そりゃ！やっ！おお、あっさりと。まあ見事だ孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外はこの俺との戦い。でも甘ったれるな。死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ。この分かってるけど、くだらんことを言う暇があるなら戦え。わば、ひとまず飯だ。続きはそれからだ。それに僕なんかがお父さんや。そうだ、どうせならこのまま家に帰って。よっ、ちょっと。
物を探してこようかな。ピッコロさんの方が断然強いよ。あんなに修行しても僕ボロボロになっちゃうし、僕なんか邪魔なだけだよね。お母さん元気かな。お母さんのご飯早く食べたいな。Ah!
しかして悟空さんの息子さんかな。うん、僕孫悟飯だけど、お父さん知ってるの？そりゃもう一緒に冒険したこともありますから。へえ。僕はプーアル。悟空さんから聞いたことは全然知らないよ。あの悟空さんですもんね。でもヤムチャ様の話別に当然聞いてますよね。そうだった、いけない。ヤムチャ様にご馳走を作ろうと思ってたんです。そんなわけで僕は食材集め。僕もお腹空いて母さんに何を。やめろ。出会うかもしれない。それにしてもとっても、そうだ、気づいてなかったんですか。まるで天下一武道会で優勝した時のお父さんみたいに。さすがは悟空さんの息子さんですね。僕なんか敵も追い払えないくらい。でも逃げなかったじゃないか。今ヤムチャ様は厳しい修行をしています。それにヤムチャ様はお前が期待してくれるから頑張れるんだって。だからみんな頑張ってるんだ。いけない、そろそろ戻らないと。仕込みの時間。助けてくれてありがとう。ピッコロさんは怖いけど本当に僕もうちょっとだけ頑張ってみよう。僕もお父さんやピッコロさんみたいに強くなって。強くなれたのはピッコロさんのおかげだね。もっとしっかり修行すれば今より強くなれるかな。よし、頑張ろう。
さんの元へ早く向かわなくちゃ。こっちは違うよね。
あれ？でも、悪さしないかな。
ないかな。謝ったら許してくれるかな、ピッコロさん。許してくれるかな、ピッコロさん。